2001年にルノーが世に送り出したアバンタイム。その斬新さゆえに現在でも一部から熱狂的な支持を得ているクーペを紹介します。フランス語に不可能という言葉はない。まるで高速道路を走る鉄道機関車のような異様な存在感を放つルノーアバンタイム。その希少性から2001年の発売時と同じように、 現在でも大きなインパクトを放ち続ける名車、陳車となっている。ファミリーカーの主流がミニバンから SUV に移りつつある今。この奇妙で魅力的な車を振り返ってみよう。新しき葡萄酒は新しき革袋に入れよアバンタイムはおそらく今世紀で最も壮大な愚行と言える。ルノーは メルセデスベンツや BMW の研ぎ澄まされた高級セダンに対抗して、全く新しいラグジュアリーを発明しようとしたのである。それはまた自動車メーカーの義務の産物でもあったルノーは、ミニバンのエスパスの生産拠点をよそに移し、ボディをマトラ社の得意とする鉄と複合材の組み合わせではなく交番で作ることにした。そのため、 空っぽになったマトラの工場で別の何かを作らせる必要があったのだ。こうして生まれたのは後にも先にも似たものが存在しないミニバンのようなクーペであった。ルノーのデザイナーは大型ミニバンという固形物を使って新しくグラマラスなマシンを作り出すという波外れた難題に直面したその結果ティーポットから取っ手を取り除いたような 背の高いクーペが誕生したのである自動車デザイナーの想像力の結集である。U は安く行うは難しい。三ドアのアバンタイムは原理的にはクーペであったが、ルーフラインに傾斜はないその代わりに、崖のようなリアウィンドウと突き出たリアバンパーによって見た目に華やかさを与えている。しかし、クーペ特有の細長いドアと、 ピラーレスのサイドウィンドウを備えていた。ソファーのように豪華なシートに座れば、ガラス張りのルーフのおかげで外の景色をほとんど遮られることなく楽しめる。本来なら鉱石の広さはミニバンの醍醐味の一つだが、アバンタイムの場合はパッケージングに難があるため、鉱石の足元はラッシュアワーの通勤電車のような狭さだった。 アバンタイムの欠点はこれだけではない。金庫のように重厚なドアは1枚 56kg もある。そのため、坂道で駐車するとドアの重さで閉じ込められてしまう可能性が非常に高い。平地でも開けるのに一苦労だ。しかし、ダブルヒンジの開閉機構は優れもので、一般的なドアよりも操作がしやすい。 狭い場所でも開口部が広く取れるため、混雑した駐車場では何かと便利だ。雨の後は良い天気。アバンタイム、アバンタイムの社名には、先んじるものというような意味が込められている。なるほど、先鋭的な車にふさわしい。しかし、ルノーは、フレームレスウィンドウの密閉性を確保するのに果てしない苦労を重ね、 そのために発売が遅れた。本来なら、パスアバンタイム、PAS アバンタイムと解明してもよかったかもしれない。だが、いずれにせよ、ルノーの計画より早くその生涯を閉じてしまう。その奇抜さは大衆に受け入れられず、デビューからわずか2年。8552台を販売しただけで2003年に生産終了となってしまった。 日本でも2002年から2005年在庫にかけて200台程度が販売されるにとどまった。ある勇敢な英国人はアバンタイムを9台も購入し、コンピューター機器の配送や修理に使用したという。世界最大の保有台数ではないだろうか。この人物はどうやら他とは違う車が好きなようで、現在、 彼の会社ではアバンタイムの代わりに BMW i3 を走らせている。